はいえー、こんにちはレトスののです4月12日スをさせていのだ野」で、え、す、ー。年が明けてから今日に至るまでの4ヶ月半勉強しようと思っていて勉強できなかった方、えー、そういった方非常に多いです。そして今になっても火がつかず試験3ヶ月前になって準備が足らないことに気づいて 初めてそこ,で後悔するこんな方も多いです。そうならないために今から本気になりましょう。独学であれば最低1日2時間ぐらいは勉強しないと合格をつかみ取ることはできません。さらに勉強の質、これも合わせて上げていく必要があります。今すぐ勉強量と勉強の質、これを同時に上げていかないと今年の試験に間に合わない。そういった時期になってきました。単に量をこなすんじゃなくて、 効率的に勉強していく。え、これが肝心です。ただ、独学や予備校に通って、これを実践するのは、正直至難の技です。9割の方ができてないです。で、その理由なんですけれども、一つ目が、やり方がわからない。二つ目が、やり方がわかっていても、実践する時間がない。この実践する時間がないっていうのは、その、理解学習をする上で、 調べななけければいけないことって非常にたくさんんあるんですよつまりこの調べる時間がないっていう話なんですねその理解すべき内容がある本一冊にまとまっていたらそれはそこで調べたらいいだけなんですけども多くの場合が市販のテキストや市販の過去問集予備校のテキストや予備校の過去問集を使っている方多いんですけども、まあ、そこには載ってないんですよね理解すべき内容までだから調べなきゃいけないけどもその調べなければいけない内容も 一つ目のポイントは A のサイトに載っている。次のポイントは B のサイトに載っている。次のポイントは専門書のこのページに載っている。といった感じでもういろいろばらけてるんですよね。だからそういったものを調べるのにすごく時間がかかるっていうところなんですよ。だから1日2時間だと足らなくなっちゃうんですよね。まあ、こういったことが理由で、まあ、9割の方ができてないんですね。ほとんどの方がやっぱできないんですよ。でも合格できる方法っていうのがあります。それがまあ弊社、レトスの個別指導です。 弊社レトスの個別指導では勉強量と勉強の質を同時に上げていきます。弊社の教材には理解しなければならない部分っていうものを入れてあります。なんで調べることも非常に少ないんですね。なので毎年この時期から勉強した方でも7割ぐらいの合格率は出してます。今からであればまだ間に合います。無駄な勉強は今日で終わりにして明日から効率的な合格できる勉強をしていきましょう。 個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますまた動画の最後にも個別指導の内容について動画をお知らせいたしますのでそちらご確認いただければと思いますそれでは3問に入ります A は B に100万円を貸したその際の金銭消費貸借契約の特約で貸金債権につき消滅事項の利益をあらかじめ放棄する旨を約定したとしても その特約は無効となる。丸かばつかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。まず、金銭消費対策契約。これっていうのは、まあ、貸金契約ですね。お金を貸した時の契約です。で、えー、約定するってこれ、まあ、約束するってことですね。約束する。まあ、特約っていうのも、まあ、契約、約束です。 なので、今回の問題を簡単に言うと、A が B に100万円を貸して、貸金の契約を、えー、締結したと。お金貸しましたよね、借りましたよねっていう契約をしたと。そして、時、え、効、ー、の利益をあらかじめ放棄する旨の、まあ、特約をした、約束をした場合、その約束っていうのは無効となる丸か罰かという問題です。で、答えはこれ、丸ですね。時効の利益をあらかじめ放棄することはできません。そのため、えー、本文のような特約っていうのは無効になるんですね。 で、これっていうのはどういうことか理解できていますでしょうかこのルールっていうのは理解をすれば当たり前のことを言っているってことに気づくんですね。ただちょっとここで解説すると長くなりますので、個別指導の受講者様にはこのような分かりにくい部分について具体例など使いながら動画で解説しています。なので受講者専用のメルマガの方から動画ご確認ください。宅研試験自体難しくはないんですね。 で難しくないけれども理解していないから難しく感じてしまうんですよ単に覚えるだけつまり今回の問題でいうと時効の利益はあらかじめ放棄することできないとこれを覚えるだけだと、まあ、試験日に大体忘れてしまうんですねそうすると得点が伸びないということになってしまいますので勉強の仕方には十分注意しましょう丸暗記学習じゃなくてちゃんと理解をしながら学習するという理解学習をちゃんとやるということですね ま、理解の仕方については個別指導で解説させていただきます。では問い2に入ります。取引士 A は重要事項の説明の際、相手方が特に要求しなかったので、取引書を提示せず、また交付する書面にも決めをしなかった。この場合 A は10万円以下の過料に処せられる。丸かツかという問題です。で、答えは、これ正しいですね。10万円以下の過料になる場合は、 取引士に関する自由だけなんですね。で、しかも3つありますので、この3つは覚えておきましょう。1つ目、登録少女処分を受けたのに、取引士を返納しなかった場合。2つ目、事務禁止処分を受けたのに、取引士を提出しなかった場合。3つ目、重要事項説明の際に、取引士を提示しなかった場合。で、今回はこの3番目に当たるんですね。 重要事項説明の際に取引証を提示していませんよね。これは相手方が要求しなかった場合であってもこれ提示しなければいけません。さらに言うと相手方が取引証は見せなくていいですよって言ったとしても取引証は見せないといけないんですね。この点注意しておきましょう。で、問いさんですね。民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には 農地法三条の許可を受ける必要はないいかかという問題です答えは、許可を受ける必要はありませんので、正しいですね。農事調停により、農地の所有権を移転する場合、まあ、取得する場合ですね、この場合っていうのは、3条許可不要です。 で農地の売買とか貸借などで揉めた場合ですね、はじめは農業委員会が入って解決を図るんですけども、まあ、それでは収まらない場合ってあるんですね、まあ。そういった場合に裁判所の調停機関が入って話し合いをします。まあ、もっと具体的に言うと、まあ、調停委員っていうのが、まあ、いるんですよえ。その調停委員が間に入って話をしてくれるんですね。でまあ、これが農事調停です。 そして例えば、裁判所の判断で農地の権利は A さんにありますよって決めた場合、それに対して農業委員会が許可しないっていうのもおかしいですよね。もう裁判所は決めたことじゃないですか。厳密に言ったら調停委員なんですけども、裁判所の判断で決めたことなので、もうこれは農業委員会はタッチせずにまあ許可不要にしましょうとまあいうことです。裁判所が判断したんだから、あえて農業委員会に許可を必要としなくてもいいですよねとまあいうことですね。 この点は回答だけ覚えていただいても全然問題ございませんつまり丸暗記ですねこの部分はもう丸暗記でも全然いいです農事調停の場合は許可不要なんだと参上許可不要だってことをそのまま丸暗記していただいても問題ございません今日も勉強しなければいけない関連ポイントありますのでこの動画ではお伝えしていない部分なので自分自身で調べて勉強していただければと思います で時間がない方とか調べ方がわからない、えー、何を調べたらいいかわからないっていう方はぜひですね個別指導をご検討ください個別指導ではそういった関連ポイントも合わせて解説させていただいておりますので効率的に実力を上げていただくことが可能です、えー、あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強して合格を目指しましょうもしあなたが勉強しているけれども実力が上がらない本試験で思った点数が取れなかったというのであれば間違った勉強をしているかもしれません間違った勉強っていうのは丸暗記学習です ただなかなか理解すすることは難しいです理解学習をするにはそれぞれの法律について専門的な本だったり専門的なサイトで調べていく必要があります面倒ですがそれをやっていかないとなかなか理解は深まりません結果として勉強はしたけれども本試験で点数が取れないそのようなことになってしまいますもし自分自身で調べることができないまた調べ方がわからない何を調べていいのかわからないという方は ぜひ個別指導をご検討ください個別指導では教材の中に理解すべき内容まで記載しております具体例だったりイメージだったり考え方だったり理由付けだったり理解するために必要な内容を入れておりますまた分からなければご質問いただければ解説させていただきます曖昧な知識では発見には合格できません一つでも多く確実な知識正確な知識を頭に入れていくこれを行っていただければ合格できますんで勉強するからには絶対合格しましょう もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたいもしそう思っているのであればぜひ個別指導をご検討いただければと思います個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしております達見合格目指して一緒に頑張っていきましょう